皆さんお越しやす。今回も始まりましたワイワイテレビ、和をもって和をつなぐ。この番組は日本の和のいいところを日本全国そして世界中の皆さん知ってもらい、興味を持ってもらい、笑顔の和がつながればなという思いでお届けしております。私京都の京ちゃん、相葉京子です。よろしくお願いいたします。さて今回も和の文化人インタビューの第32弾となりまして、伊勢型古文専門工房、染めどころ古今の、ね、安江さんのご登場、4代目でいらっしゃいます。もう今回はその3ということでね、最終回となりました。で、その2はね、前回は工房内のねご案内をしていただきまして、まあもうお話をしていただきながら、こう職人さんのねもう匠の技を皆様方にご覧いただきまして、で安江さんのね眉の蚕の話もね素敵でしたよね。で今回のその3っていうのは、まあ安江さんにまた改めてじっくりとお話をお伺いするということで、もう話好きの安江さんがどういうルーツをね辿ってこられたかというところをねお届けしたいと思います。懐かしい映像もお届けしたいと思います。それでは皆様 CM からご覧いただきましょう。どうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー。だから400柄の、うん、この柄同じものがないわけですよ。400種類。この中になんかペイズリー柄ありますよね。これは日本の柄ですか。これ江戸時代にペイズリーの柄は、うん、黒船でやって入ってる。だから江戸時代にあったからです。黒船がやってきたという、その時にペイズリーの柄入ってるね。だからこの中ペイズリーがあります。へえ。そうなんだ。だからこれ大正だから昔は江戸古文って言ってたの。でも平成4年に伊勢型紙はもう今の個人指定で国宝でね、団体保持。その時に文化庁が伊勢型古文と手で彫った型紙って伊勢型古文。だから私らはもうずっと江戸古文って言ってたの。で今はまあこれが正式名称になったら、今伊勢型古文って言うけど、でもまだ江戸古文の方が知名度がある、まあ、でもここはね、宮城市って書いてなかったから私が後継ぐの。創業者がね、うん、染所古今ってつけたの、はいはい、屋号、はい、古き伝統今に伝えるという、はいはい、だから土地制度だから自分の我が子で誰が継いでもこの伝統を守れるようにって言って古今ってつけたんだね。それで古今さんになったんですね。誰が継いでもね。この真っ白な白銀のね絹が舞ってるの、初めて板に絹があるの。江戸古文はね全部餅が原料です。板に餅が塗りつけて乾かしたの。でハケで水でこうやるとね餅がふやけてね、それが接着剤となって田んぼにあるんですよ。これで今度めくるときは餅は木にくっつく習性があるから絹にくっついてこない。だから皆さん餅をつくとき薄取りって水つけてやるよね、絹にくっつくから。あれを原料にしてねやるの。だからこういうふうに初めてこう絹を。でこのヘラは自分の手に置きて、だから自分の餅のみんな幅が違う。自分で材木屋に行ってそれをナタで割ってそれを隠れずってペーパーで磨き上げて自分の手の寸法に合わせて作るね。だから全部自分のものは自分で作る。それで真っさらの型紙を漆をする。そして親方がこのヘラをね、じゃあ今日から頼むというんだけどね、絹の上やと手足が震えるの。布団のシーツの上に行ったら手が動くの。これはね一日中二人ともねこのヘラが初日は動きませんでした。そしてこの世界に入ったらね、いいこともね悪いことも、それは先輩後輩がない。そしたら昼ご飯食べて親方と一緒に職人が食べるんだけど、腕のいい影関頭が年功序列関係なしに上座に座る。相撲部屋と一緒だね。10年経っても下から上がってくれるの。だから職人は人に仕事を教えない。教えたらライバルになるからです。今はみんな教えてる。そういう中でね、だから基礎から技術が向上するね。とにかくねがむしゃらに3年間の仕事をするね。そういう中で一旦冷めたらいくら
で、そういう中でね、私が、他人の私が後を継ぐようになったのは、ね、うちは国宝の型紙を使って染めるの。そうしたら一般のね、江戸古文と人間国宝を彫った型紙で染めたのと同じじゃいかんでしょう。そういうことに非常に意識が強い青年でした。で、毎日毎日仕事が終わっては草木染め研究所と京都の山下の田中直染料店というのがね、権威があって、だからそういうのがあって、そこに山岡琴さんと私5年間通ったので、山岡琴さんはお召しに荘園染めとか草木染めやったので、私はね、とにかく江戸古文をなんとかね、草木染めと併用して染めたい、そういうことをやってこれを完成した。昔はね、こういうのやったらね、お客さんに見せたりした親方は多めだもん。でもね、見せても大丈夫、簡単にね、これが真似できなかったらね、見せても自信があったらいいでしょ、うん、これはね、見せたらいけないっていうのは誰でもすぐ真似ができるやつよね。これちょっと 手を出して、このように手を置いて置いたら撫でてみる。これがね、餅のり、餅と米ぬかなんだけど、それでぬかの色では見えにくいから青花っていうのが入ってる。で、青花はぬかの色と混ざって乾いたらネズミ色に見える。だからこれ染料じゃないの。でも70度ぐらいの熱の蒸気が当たったら消えます、青花。それで一旦これ餅のりが乾くと、今度は同じ餅のりの中で染料入れて色のりを作ったりしたね、さっき。あれをこの上に社会屋さんに糊を引く、こういうヘラでビューッと10メートル。そして蒸気で蒸しをすると、糊の中に入った染料は蒸気の熱によって絹が全部吸い取る。一晩川に流したら、この柄もこの餅のりもどっちも流れる。染料だけが絹に染まる。そしたらこうなる。ほら、こういうふうになる。どうですか。これはね、確かにね、手染めだからよく点々見ると大小ある。それはね、刃先がね、切れなくなると20個ぐらい穴を開けたら8枚重ねて彫るからね。それで刃先を研ぐたんびに大きく小さくなる。だからこれ大小になってる。これがインクジェットとかプリントでみんな同じ大きさだから平面になる。でもそれだけじゃダメなの。やっぱりね、機械染めてやるとか印刷したものとは違うように思ったら、やっぱ色です。これは手染めでやったるけど裏が白いということは、やっぱり色が浅い。厚みをつけるために、この上から私はね、タンニンの草木染めを見つけたの。タンニンはね、焙煎液がいらないの。お茶であるとか胃腸であるとか、あの酢王とかラックだとか、ああいうのは、ね、焙煎液っていうのはアルミとかするとか、ああいう焙煎をすると化学性で上からかけるわけにいかないの。タンニンでこの上から草木染めをする。決していい色じゃない。ただこれに厚みをつけるベースに草木染めを使ってある。目的が違うね。でも草木染めっていうのは最大の欠点はどんな色でも出ない。草木染めでこんな色はないの。綺麗なグリーンであるとか、こういうメラルドグリーンみたいな。でも化学染料はどんな色でも出るの。ところが色が薄っぺらい。この上にこの化学染料をのせたら、草木染めの上にのせたら、これがこうなる。どうですか。そしたら濡れたようにこう乾いて見える。しっとり。そしてこうやるとこうたく感が出る。向こうに行くほど乾いて。これを親方に見せたらね、親方が毎日毎日蛍光灯の下で夜は見て、昼間は太陽の下で見てね、これはええ色や、江戸古文3度重ね染めという名前にしたらどうや、1回2回3回地染めをする。それで展覧会をしてくれて、展覧会が終わった後にね、みんなを集めて、わしの後継ぎは見つかった、着物の命は色である、よってこの安江をわしの後継ぎにするということをね、これが決定した。でもあんなもの受けるもんじゃありませんでした。それからが大変なの。今度は京送りというね、これは江戸には渡らなかった特殊な絵の描き方があるの。その絵の描き方をお前に教える。ただしこれは職人に教えたり一般の人に見せたりしたらいかんというの。でも15年ぐらい前の親方が亡くなってからね、私もブログにも載せてんの。誰にも見せてんの。でも誰一人ね、真似した人はいない。
今度は方眼紙と鉛筆の戦いが始まる。ここはこういう見とるやろ、ほら、うん、これなの、うん、これが参考でこれを書いてる。お子さんに、子供さんにずっと読み聞かせをしていた一寸法師の物語が、これになって、これの中にあるものがこれに載ってるの、京国の作品になったわけです。そうそうそう、こういうの。それとこれどういうことやったらね、うん、姫さんが最後にはね、一寸法師にね、なんか一つだけ鬼が落としてたうちのことで一つ願いを叶えたら、姫様と同じね、背の高さにしてくれて、うんうん、で、この日あの一寸法師が姫さんと同じ大きさになってめでたしめでたしで、これ夫婦になるわけね。そういうお話でしたっけ。一寸法師の最後までもう忘れてましたね。で、それがこれの、じゃあこれと着物とどう関係あるんだ、これ、うん、これが吉祥物だっていうどう関係があるんだ、うん、小さく産んで大きく育てる出世柄という、うーん、ちゃんとそういうふうに意味合いにつながっていくわけですね。うん、だからあの結構僕の場合は物を作るときに、うん、日本昔話って、ね、非常にこう役に立つわけです。うーん、これもさ、日光東照宮の陽明門の柱の随雲っていう、うん、で唐獅子というのは太陽の象徴です。だから毛が炎になってる、うん、沖縄で言ったらシーサーだね、シーサーっていうこういうものをね、うん、まあこういう魅力菩薩をこういうものを抱えて、これ四方八方からね、あなたをお守りするってこうなってて、これはこうなってて、うん、ね、でこうなってて、うん、でこれ12体24、ほんでここに24とされてこうなって48体、でこれ千成病態になってるから心の中に250個書いてある、はい、両方して500個、うん、750、1000個ってこうなってる。線が40で4万ですね。そうそう、っていうようなね、まあでも必ずその反物には作品にはその人の幸せを願ってるっていうのが必ずねこう込められているっていうのがなんか日本人らしいですよね。吉祥物っていうのはめでたいことではなしに、うん、縁起のいいことだね。縁起がいい、うん、でめでたいのはああなるとめでたくなるわけですよ。松竹梅、うん、ね、例えばでも松とか竹とか単独やと吉祥物、うん、でまあ梅っていうのは、まあ、あの冬の花なのね、うん、で梅の香りを聞いて蘭が春を知らせる、うん、だから霊はそうだよね、うん、初春の霊月にして記憶風やわらぎ梅は狂前の子を開き、うん、鏡用の窓を開くと春が訪れて蘭が花を咲かせてみるよね、うん、っていうようなことがまああれになって、あれ菅さんがね喋ったら一回で覚えたから、あれすごい感動したの。すごい記憶力の良さが抜群の相葉さんなんかは若いから女盛りやからもう絶対に忘れない。いや覚えます今で今マスクしてるやんか、はい、さやがたの、はい、それもそうだね。それは邪気が入ってこない、邪気を払いのけて服が入るようになってる、はい、で袋さんがついてます、うん、でそれはどういうことかって、満徳言うて、はい、満字を、ね、これをひっくり返して線引くと、はい、しゃあがったんだ、うん、多くの衣装はその呪文の上に全部衣装が止まったわけね、うん、で上様はそれの白の寝巻きよね、それは満徳っていうの、満徳、そういうあの自分のところ、まあ、染め屋のことを紺屋って言うんだけど、うん、それが専属に優秀な職人を抱えるわけですよ、うん、でその抱えた中からその3人がこうなったわけです、うん、たまたまそのかかをお世話されてた、そうそうそう、で6人人間国はこうになってるんだけど、そのうちの3人がそうやね、うん、だからあのこの3人、中村雄二郎、六代さん、南部先生が彫った型紙は日本で一番たくさんあるのはここなんです。へえ、だからすごいご縁ですよね、すごいご縁ですよね。あれね、松竹梅彫ってるんだけど、あれね、あれが生が漆をしてないですよ、南部さんの、あの3つのやつ、あの下上を漆してあります。松竹梅になってるけど、下の松竹梅はね着物の部分です。うん、あれはまだ漆も何もしてないので、あれ漆をしたら染められます。うん、まだもう少し残っているっていう、いや、いっぱいあります。いっぱいあるんです。あります、ね、じゃあ順番に、うん、まだ私の次の代ぐらいまで大丈夫です。私の次の代、そうなんですね。それもこの3人の人は
もう何百枚ってあるんですよ。だからうちが今保険に入ってるの、遺跡方々の。それが掛け捨て保険で、あと一応今1億7000万ぐらいの保険に入ってるわけです。この3方のだけは保険ちゃんと守っておかないといけないから。でも年々減っていってるけどね、やっぱり破れるから、この3人のね。まあそれが財産やね。もうそれだけたくさんお作りになったんですね。でもまあそれうちらの商品がね、月に100単も売れるわけじゃないからね、まあコツコツとお客さんに説明して売っていくわけからなんですけどね。良さも分かっていただいて、歴史も分かっていただいて、価値分かっていただいて、で色も楽しんでいただいて、そうそう、そういう感じでね、あの宝物としてね買っていただく。なんかこうこれ残さんとね、僕の代はもういいんですよ。僕はもう年金でもらうといけるから、次の代もいいんですね。今の若い三女の人が僕の年を覚えててもいけるぐらいの型紙がいっぱいある。二代目さんの方に行ったら次の代ぐらいまである。型職いっぱいだからね。でももう掘れる人がない。例えば切り彫りって言って六代さんの後継ぎないしね。もうだからサメ掘れる人いないですよ、日本に。だから余計貴重ですよね。そうですね。それは生まれないんですか、その次やりたいって。それ親が教えんと無理ですわ。教えない限りは。そう。だから月彫りも吉松さんが息子にずっと教えた、他の教えて何人かやってるけども、後継者がほとんどダメだね。真似事って今保存会で団体してやってるけど、もうこのここらが掘ったようなかなっていうのは掘れる人ない。これもうそれはテクニック的に難しいっていう。難しい。そこまでできる人は、例えば掘れても道具が作れんとか。だから道具も作ってそこまで掘れる、その道具を売ってるわけじゃないからね、自分で作らない作らないといけないですね。そうそう、だから難しいんです。まあ、そういうのをねここで説明しながらこうまあやって、それでまあこれのここの工場を見せることができないので、出張行ったら、それが見えるように喋りたいわけです。3日間ぐらいね、夜は興奮して寝られなかったな。興奮して。そう、嬉しくて。明日からあの壇上で喋れるんや思って大丈夫。で喋ったんですか？そう、毎回30分。30分？何喋ったんですか？まあ覚えてんけどね、まあまあ、あの、蛇とカエルの戦いはね、どっちが強いかとかね。そんな話。まあみんながそらあのヘビやわとかね、なんでヘビが強いんやとかね、まあそういうまあ小ネタみたいな、とか、あとはその、 あの落語のうち、昔はそう子供のうち家テレビなかったら落語ばっかり聞いてたの。そしたらまあ落ちっていう話でね、はい、あって、まあそれを現代風にすると、まあ、81歳の逆さまが18歳はね、ねで、その道路を暴走するのが18歳で、逆走するのが81歳と。ね、まあそういう、まあ、おうちはね、声にね、胸が詰まるのが18歳で、持ち身が喉に詰まるのが81歳とかね。まあそういう。そういう話、小話を。全校生の前でしてたんですか？で、それはね、とこれが何が関係あるかと言ったら、今は自分たちは勉強したりとかいろんなことをしていくけど、これやがて恋をするような年になり、やがてそれを通過しておじいちゃんばあちゃんに必ずみんななっていく、その時に、過去にこういうもんがあった、ああいうもんがあった、それが力となって強く生きられるという話をするわけです。長年生きたその、あのエネルギーが力よね、だから81歳で強いことと18歳で強いことは違うんです、でこれから18歳の人は大人になっていく。でも81歳の人は水も辛いも未来って81歳に子供に帰るっていう、だからそういうしょうもないことで自殺したらくよくよせんわけよね、だから強く生きるためには今が大事やっていう話をするわけです。そういうのはね、小学校の時からしてました。すごい。いやほんま、なんか悟ってはったんですね。悟ってたというかね、なんかここばっかりラジオばっかり聞いててね。ああ、そうか、そういうお話をずっと聞きながらいろんなことをこう想像して、自分の言葉で喋るっていう。だから創作落語っていうのかね。
ああいう、だから僕は落語家になりたかったの。うん、慣れてたと思いますよ。ほいで今度ここの工場に入ってきて、やっていって、うん、職人になっていって、草木染め研究所もしてた。それその時代はまだね、僕は職人になった頃何もなかったんだけど、昭和50年の半ば頃、54、5年ぐらいになってくるとね、うん、工場見学っていうのが増えてきたの、うん、それまで工場見学なんかなかったの、うん、どこでも昔からなかった。今でこそこうね、増えてきたけども、うん、ということはそれは何であるか言ったら工場が少なくなってきたから、うん、手でやるところを見られない、うん、っていうんで工場見学、そういった親さんがね、人の前でその工場の案内説明するのが非常に嫌なんですわ、うん、嫌なの、うん、で苦手だった、うん、で息子も雪政も嫌やった、うん、で僕は得意やった、得意や、じゃあやってってなったんですか、うん、でそれなんで途中から、平成の時代に入ってくると、今度は作家の先生じゃないし出張行く長になって、まあそういうのは別に行け言うから行くみたいな、うん、っていうのになって、まあそれもまあ草木染めのもあるけど、そういうのもあって自分が後継ぎになったかもしれんけどね。うーん、もうそういう語り継げることができるっていうところも、うん、まあ職人っていうのは無口が多いのはね、それは嘘だよね、うん、僕も職人やってきたから。いや腕の立つやつはしゃべる。うーん、で昔はねアピールしてなんぼやからね、うん、でアピールすると工賃が上がるわけさ、うん、こうなんしました、あんなんしましたって、私はこんな仕事できる、あんな仕事できると、親さんがじゃあお前これ仕事できるから、それ全部クリアしていくと稼ぎもいいわけです。確かにね、黙ってたらなんぼ宝の持ち腐れでダメなわけです。だから自分がしょとこようけ稼ごう思ったらね、やっぱり喋って言わなきゃ、あのやってみせなあかんもん、うん、だから職人はね、腕のいいやつは喋る、うーん、腕の悪いやつは目立たないようにする。なぜか言ったら腕の悪いやつが喋ったらね、お前口ばっかりで仕事汚いやないかって目つけられるもん。だから無口のやつは下手ってやったわね、僕とかはね。うーん、一番今ね、僕はその苦労したのは、喋ることで苦労したようなね、見学に来た時に、うん、専門用語を使うたりしたら分からんわけでしょ、うん、分かんない。例えばさっき言いたかった剣先っていう、うん、剣先って言ったら板の先のことを言うんだけど、うん、着物で言ったらこれ襟と身頃のここのことを言うの剣先で、うん、そこのところね、奥に言うからここを言うよね、剣先で。だからそういう時はこのあれを剣先、先の尖ったとことか、うん、こまべらいとか分からんわけさ、わかんない。ね、この木のヘラは自分で作るんですよ、うん、あのさっきのヘラ、はい、教えてね、あれコマベラって言ってもわからんわけですよ、うん、だから専門用語がみんなあるからね、うん、縁蓋でここをやって伏せて、それから柄を染めるんですよ言ってもわからないよね。クエスチョンマークなんですけどね、うん、だからどうやったら素人の人がわかるのか、うん、でどうやったら本物と手でやったのと機械でやったのと差別がわかるのかで、さっきの水晶とね、ダイヤモンドの見た目は変わらないけどここが違うというのを、どうしたらお客さんにその最短で分かる方法がないかとか、そういうのを考えていく、そしたらあやっぱり色やなというところに気づくわけですよ、うんうん、だから着物の命は技術じゃない、色なんですよ、うん、技術は感動するけど、最終的にお客さんが鏡の前に立ってくると、そしたらね必ずね、いやこっちの色がいいわというのよね、うん、この柄がすごいよねとは言わないんだよね、うん、だからねやっぱ色ですよ、うん、そしたら国宝の名前使うんやったら国宝らしい色でなかったらあかんわけですよ、うん、国宝だけどね、インクジェットも変わらんでっていうのはダメよね、うん、っていうんで、まあそれを追求してた、それを追求していったのがあの、そうそう、段階ビジネスなんですよね。だから水晶と宝石は違うという、うん、ね、でも水晶も宝石も分かりませんよ。これずっと本物を見てたらね、今度はここ自分がクロートになりすぎて、うん、あこれ石やな、これガラスやなって分かるの。でも一般の消費者は分かんないです、ね、分からないから、あのええー、色やなっていうことが大事よね、うん、この色ええわ、今まで見たことないわっていうような、うん、それを目指してるわけです。スタジオセブンカラー、駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ、歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で様々なご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒、入会金年会費は無料、さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで。ホームページはスタジオセブンカラーズで検索、スタジオセブンカラーズ。暑さにビヨーンと伸びてる猫ちゃんたち
バストに喋ってます。となんと冷やシートを少しだけ使ってくれてます。ちょっとヒヤッとしてるのが分かってくれたかな。さあそしてアジちゃんはというと伸びてます。アジはい、すごい格好してんな。あんた暑い、暑いですか。はい、うん、しっぽり話してます。皆さんおかえりやす。今回のハンナリタイム、ね、先月はですねジジアズが出てこなかったので黒猫ジジとロシアンブルーアズの、ね、セットでお届けしました。もうこの夏も暑くてもうね猫たちはゴローンとこう寝そべってることが多かったんですけどね、もうそれをセットでご覧いただきました。ジジちゃん後ろ姿だけなので次回はちゃんとね正面で登場してもらいたいと思います。はい、そして今回もね、和の文化人インタビューの第32弾の伊勢型顧問専門工房、染めどころ古今の安江社長、もうね3回にわたりましてご登場いただきましてありがとうございました。もうすっかりファンになりましてね、もうずっと今もねやり取りさせていただいてますので、ぜひぜひ古今さんに訪問いただきまして、もう素晴らしい工房のね見学をぜひ皆様していただきまして、あの安江 社長のねあの素晴らしいトークにもう魅了していただければと思います。で、まあ、その古今の社長をね、ご紹介していただきました宮崎のね、友愛着物工房さんにもご協力いただきまして本当にありがとうございました。今日私が着ている着物はね、友愛着物工房さんにお仕立ていただきました。もうこの夏は大活躍しました。綿朝のね夏着物でして、でこの帯もはいお仕立てもしていただきまして、にゃんこちゃんのねここに足跡がついてますよっていうので、後ろもねにゃんこのね足跡がついてるんですけどもね、まあ、こうやってちょこちょこ猫をね入れながらご紹介させていただきたいと思います。これからもいろんなね工房に訪問させていただきまして、こう現場のね職人さんの素晴らしい匠の技を皆様にお届けさせていただければと思っていますので、もう全国いろんなところに取材をさせていただきたいと思っていますので楽しみなさってください。それではお越しやす。